Bronya, 戦場に到着しました。 反撃しましょう。一体何だ。魔剣神域のラスボスもそこまで反則とちゃうで。信じられない体積。さっきの階段は腕だったの。あのさ、今逃げても間に合うのかな。チャンスよ。何を言ってるんですか、ライルさん。それに 逃げる場所なんてないですよ。ふっ、あの叫び声です。あの巨大な体から出てるみたいです。まさかこれがルケン。あんなデカブツとどうやって戦うんだ。キャロル、何か考えた。えっ、ウチ。 こういう時は隊長がうちに指示を出すんとちゃうの。緊急事態だからこそみんなの考えを聞きたいの。そうやな。ロケです。周りにある台を使って。安全な場所はありません。タイミングを伺って攻撃するんや。いいアイディアです。ルートなら確保したよ。みんな、急いで横の台に移動して。隊長まで。チャージ完了。 終わりにしましょう。この腕は危険すぎます。避けきれなかったら大ダメージを受けます。なら、まずは腕から壊しましょう。タイミングを見極めて攻撃するわよ。改めて。 弱点を狙って攻撃しないとこのデカブツをどうすることもできないよ。
私の指示に従ってくっ。戦い行こう先輩。私も。